皆さんこんにちは。今回の動画大人作と2単行本2巻カカゴとの内容を見ていきます。ちなみにまだ1巻の動画を見ている方は必ずそちらの動画をご視聴後ここから先はご覧ください。あとこの動画を最後まで見ていてもらったらご評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。10話では聖堂の選抜後の物語が描かれています。聖堂は選抜発給入りしたことによって他校からの招待試合の誘いが来ていた。聖堂の選手たちは選抜を経験したことによって意識が向上。ちなみにこの10話である一ある行動をとります。一体どんな行動をとったのか。選抜では絶不調だったのでもしかして。11話の見どころとしては心機一転選抜完結。10話である1話ある行動をとり、この11話で何をしたか判明。それは前髪を切ったことです。アリーチは選抜が絶不調だった影響や兄ゾウスケが聖堂を卒業するときにもう俺の後を追うな、自分だけの道を突き進め、こういったこともありアリーチは心機一転前髪を切っていました。この11話で聖堂準々決勝で敗戦した選抜が完結しました。ちなみに準決勝の対戦カードはこちらになります。1試合目は清成社対薬師高校、2試合目は栗生対駒田藤巻。1試合目は中盤戦まで薬師が4点リードと薬師は優勢で試合が進行していた。しかし清成社は準々決勝同様中盤戦に追い上げを見せ5対5、終わってみれば6対5で清成社が薬師に勝利し決勝へ駒を進めています。2試合目はランタネで終わったのか描かれていなく、駒大は本郷抜きで白龍打線を3安打完封、まで5番延長が3打点の活躍。この結果から3対0か駒大が3点以上取り、駒大は白龍に勝利、清成社が待つ決勝へ駒を進めていると思います。ちなみに1話については単行本では5安打、アニメでは3安打となっています。決勝は清成社対駒大藤巻。清成社は準々決勝と準決勝を2試合連続で逆転勝ちしているため差しの強い高校だと思います。なので駒大戦ではどんな差しを見せてくれるのか楽しみ。一方駒大は準々決勝で聖堂打線を本郷1人で1安打完封、本郷以外のピッチャーで3安打完封、単行本では5安打完封、投手力が優れていることが分かります。この試合は選抜という全国大会の決勝戦でしたが、何対何で決着がついたのか不明。唯一分かったのは先発の本郷が無双し2試合連続の完封勝利をしたこと。この試合駒大エース本郷は準決勝で降板してなかったので先発として聖堂戦で見せたピッチングを披露。清成社の持ち味である後半からの差しは通用しなく、本郷は9回を投げ奪三振12個の完封。駒大は夏神宮春と3冠を達成しました。ちなみに本郷はバッティングでもチームの勝利に貢献し、ピッチャーでありますが3安打打っています。12話では聖堂全選手がグラウンドに集結。この12話で聖堂毎年恒例の新入生の挨拶が行われていました。ちなみにこの12話では7名の新入生の挨拶が描かれています。1人目は伊藤大河、希望ポジションはサードでクリーンナップを打てるような選手になりたいと言っていた。2人目は結城まさし、赤戸中学出身で希望ポジションは全て、国分シニアでは4番打ち、自分にとって高校野球は通過点、将来はメジャーリーガーになりたいと言っていた。3人目は由井薫、間宮シニア出身でリトル時代は世界大会をキャプテンとして日本代表をまとめ上げたキャッチャー。ちなみに由井は古谷小野と同部屋へ。4人目は浅田博文、武藤中学出身で希望ポジションはピッチャー。5人目は最上武史、秋葉の中学出身で希望ポジションはサード、ちなみに紅白戦ではショートを守ります。6人目は瀬戸拓磨、大京シニア出身で希望ポジションはセカンド、足が自慢の選手。7人目は奥村光秀、6人目の瀬戸と同じく大京シニア出身、希望ポジションはキャッチャー。13話では沢村が2年生で迎える春大がスタート。ちなみにこの春大、聖堂は選抜に出場したこともあり3回戦からスタート。聖堂は3回戦で東東京の A 元対戦。なおこの試合は川文が2年秋の決勝以来となる先発で登板。この試合序盤から前髪を切り心機一転したフリッチのタイムリー、三重の高校通算32本目となるツーランホームラン、フリアのセンターオーバー、4回途中で6対0と A 元の先発をノックアウト。聖堂先発の川文をシンカーなどが決まり6回を投げ失点1の好投。その後聖堂は7回の裏大幅に守備を変更、川上に代わってピッチャーに沢村、山口に代わってファーストに前園、金丸に代わってサードに日笠。14話では聖堂対永遠戦の続き。7回の裏から登板した沢村は2人のバッターに対して圧巻のピッチングを披露。1人目のバッターは3球連続のインコースで三振。ちなみに沢村はこの対戦で当時の自己最速153キロを計測。2人目のバッターは2球連続の外角攻めで追い込んだ後インハイまっすぐ、コースだけではなく高低も使い三振を奪う。選抜とは違い進化した姿を見せていました。
15話の見どころは3回戦突破、他校の成績。この15話では13話から始まった聖堂対永遠戦が完結。結果は11対1で聖堂が勝利、4回戦駒が進んでいます。ちなみに7回から登板した沢村は3者連続三振を披露。全11球中見逃し3球、ファール2球、空振り6球。秋までは出してアウトを取るピッチャーでしたが、この春から左の本格派へと成長しています。聖堂が4回戦進出を決めた中、他球場でも3回戦が行われていました。秋川球場では B ブロック3回戦秋川対南大戦が行われ、秋川は2対9で敗戦。秋川の3年生陽は高野連の規定もあり試合には出ていません。中球場では同じく B ブロック3回戦三高戦が行われ、三高が11対0で勝利。神宮第2球場では B ブロック3回戦稲西大工士戦。ちなみにこの15話で稲西大工士の新入生も紹介されていました。稲西の方は赤松、三石、吉沢、島、薬師の方は谷口、黒木、友部、早川、聖堂以外の選手を1年生から紹介しているので、今後この8名に注目です。16話では D ブロック3回戦稲西対薬師戦の内容が描かれていました。この試合紹介から薬師真田、稲西七宮、この辺りのピッチャーが圧巻なピッチングを披露。真田初回から125円のまっすぐやプレートの使い方を工夫して魔球となったシュートを使い、稲西1、2、3番バッターを3人で締め完璧に抑えていました。ちなみにシュートの他にも矢部との対戦ではシンカー気味の通信も披露。一方七宮もスライダーとチェンジアップを使い、先頭の秋葉から三振を奪うというピッチングを披露。17話では稲西大工士戦1回の裏ワンアウトからスタート。成宮はこの回2番マスターを三振に仕留めるも、スピードの割にボールのキレが良くなかったこともあり、2アウトから3番三島にレフト前ヒット。このケースで打席には4番ライチ。この対戦ライチが成宮の投じた1球目をファールにしたところで17話終わっています。18話の見どころはライチ対成宮投手戦。18話ではライチ対成宮の続き。成宮はこの対戦でコーナー広く使い、4球で2ストライク2ボールと追い込み、最後は高めのまっすぐでライチをレフトフライ。1回目の対戦は成宮が勝利。ちなみにこの対戦、成宮の配球は1球目はインハイ、2球目はアウトコース、3球目もアウトコース、4球目はインズバ、5球目は高めのまっすぐ。この対戦で成宮が投げた変化球は1球のみとなっています。ちなみに成宮対ライチ2回目の対戦も成宮が勝利、ライチは三振に終わっています。この試合両チームの先発ヤキシサナダ、イナイス成宮両者は初回以降も圧巻なピッチングを披露。サナダ2回以降シュートを武器にイナイス打線に得点許さない。成宮は初回以降ランナーを出さないピッチング、5回終了時点で両チームともスコアボードに0が並んでいました。しかしこの投手戦の試合が1人のバッターの一発で動く。6回の表イナイス1番カルロスがサナダから先制のソロホームランを打ったところで18話を終了しました。以上、今回は第2作と2単行本2巻各話ごとの内容を見ていきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていると思った方はチャンネル登録のために高評価よろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやってますのでフォローの方お待ちしております。